なかなか順調そうじゃん。その裏解決やってのかなり使えそうだな。 MK 社の専属テスターにして前回の異変を解決した方々ですから、これでようやく攻略の糸口をつかむことができたのでは。ああ、 ID 枠の拡張も今夜中には終わるし、明日にはフェーズ2に入れるだろう。そっちはもちろんだが、もう一方への連絡もあんたに任せていいんだよな。ええ、開発に関われない以上そのくらいは。引き続きお願いします、セイクリッド先輩。プラトー主任にもよろしく伝えてください。了解。ま、そっちも忙しそうだし、無理せず頑張れよ、オライオン後輩。お疲れ様、アルティナ。移動中なのに大変だな。いえ、昨日から今日にかけてそれほど役に立てていませんし、ソフトだけでなくハード方面ももう少し勉強しておきたかったですね。トールズ方面に加えて財団方面の手伝いまで十分すぎると思うけどな。今のはクロスベル支部の彼だったか。プラトー主任ともども見違えていそうだが、支援課のあの子に星の舞姫なんかも。ええ、ユーナさんのところに遊びに行った時支援課の皆さんとはお会いしましたが、キーヤさんはこのくらい伸びてましたね。シュリさんには引き離される一方ですし。アルティナもかなり背は伸びている方だと思うけどな。ミリアムより三里樹上なんだったか。ええ、ですがプロポーションでは負けているような気がして悔しいです。これが人としての個人差というものなのでしょうか。まあまだ17歳だし伸びしろは十分ありそうだけどな。フィーなんか20歳になっても少しずつ伸びているみたいだし。そうみたいですね。ですがその法則もトア教官には。その先はストップ、本人も気にしてるんだから。そうそう、あったら気をつけとけよ。未だに毎朝欠かさず牛乳を飲んでるらしいからな。先月会った時ゼリカと一緒にいじってたらむくれられちまってよ。そりゃ怒られるだろう。まったくクロウたちは変わらないな。それぞれ離れているのに結構な頻度で会っていますよね。そりゃお前ら、いや俺たちだって同じだろ。ま、あの再事変以降もそれぞれ各地で動いちゃいたが、先駆けとはいえお前らと改めてカルバード入りするとはな。ああ、3年前まで戦争をしていたかつての二大国のもう一方、そして現在では単独一強となって未曽有の計画を成し遂げんとする超大国。その大統領府から名指しで俺とクロウが招待されるなんてな。まあな、俺の方は自由都市圏から出張がてら探っちゃいたが。まもなく本線は目的地カルバード共和国オージュ州バーゼル市近郊に到着します。ゲストの方々はお荷物などお忘れなきよう下船の準備をなさってください。なお運搬中の2機については現地スタッフにより。あの明かりがかの有名なベルヌグループの本拠地で有名な大学もあるっていう。ああ、共和国きっての最先端の技術都市バーゼルだ。きっかけは5月に共和国で行われた史上初の大気圏外へのロケット打ち上げだった。前触れもなく内外に発表され、わずか1ヶ月後に実行に移された通信観測衛星の打ち上げ。共和国の、いや共和国大統領府の真意が読めず多くの大陸諸国が混乱していたが、エレボニア帝国も例外ではなかった。
そして俺の実習へと向かう前夜、俺のもとに予想もしなかった人物からの頼りが届く。時は至った。八王が一振りとして回転の地へ至るべし。国神との立ち合いの果て、己が誠の獲物を見出すがよい。それは6年近くなかなか再会できずにいた俺に剣の道を授けてくれた人物にして大恩人、八王一刀流開祖にして剣仙と呼ばれるユンカーファイ老師からの手紙であった。シュバルツァー殿、クローアームブラスト殿、並びに関係者の諸君、カルバード航空宇宙軍オールト試験場へようこそ。捧げつつ UFO エレボニアの英雄たちに敬礼。あ、マジかよ。カルバード航空宇宙軍司令ダニエル・ハーリングという者だ。スターテイカー計画の実行責任者にして今回の特別演習の見届け役を務めている。よろしく頼むよ、シュバラツァー君、アームブラスト君に、オライオン君も。改めてお初にお目にかかります、リーン・シュバルツァーです。まさかここまでの歓迎をしていただけるとは夢にも思っていませんでした。ぶっちゃけ狙ってたみたいですが、少々あざとすぎやしないですかね。ええ、完全にタイミングを見計らっていたみたいですし。はっはっは、驚かせてすまない。グラムハート大統領の意向でもあってね、なるべく盛大に最大級の敬意を持って。何しろトールズには3年前の対戦を初日で食い止めてもらった借りもある。それは、それこそ過分なお言葉かと。停戦に至れたのは千の陽炎に参加していた共和国軍の尽力あってのものでしょうし、総指揮官を他国から迎えたというのも当時驚きを持って受け止められていましたね。軍内の反対を押し切って最終決定したのは他でもないハーリング閣下だったとか。さすがによく知っているね。カシウス中将とは以前からの知己だったが、何より当時の次期大統領が彼と個人的なつてがあったのが大きかった。そうだったのですか。なるほど、軍人上がりとは聞いてたが。加えて灰色の騎士殿には5年前の紛争時に痛い目に遭わされたという経緯もある。しかもこちらの人的被害を限りなく避けて鮮やかに撃退してのける余裕ぶり。その時の兵士や将校もいるから、さぞ歓迎にも熱が入ったことだろう。それは
なんというか本当に恐縮です。お茶目な方ですね。情報局の分析では最高ランクの脅威度評価でしたが。相当な人物なのは間違いなさそうだな。大統領とのパイプも太そうだし。演習は明日1300。市内のホテルに部屋を用意したので、今晩はそちらでどうか英気を養ってほしい。ささやかだが軽食などの歓迎会はテスト後に設けさせてもらうつもりだ。おそらくは監視付きの。承知しました。それでは明日の段取りについては。いやー、わざわざ部屋を用意していただいて申し訳ないんですがね。実はある方のご好意で今晩泊めていただくことになってまして。何？お通ししろ。イエスサー。あの車両はギルドの？まさか。トア先輩、フィーも？合流は明日だったのでは？なんとか用事を片付けて前日入りしちゃった。私も同じく。ちょっと首都でいろいろあったのは気になるけど。かのトールスの。待ちたまえ、勝手に話を進めないでもらおうか。どこに泊まるつもりかは知らないが、保安上の理由もある。ここは我々の。お役目ご苦労様です。ですがどうか心配しないでください。一応博士のお宅は最新のセキュリティが入っていますし、外国からの賓客を預からせてもらっても心配いらないと思いますよ。それは。ご無沙汰しております、博士。お忙しいところをご足労いただき申し訳ない。いえ、こちらこそ閣下。計画も佳境の折、本当にお疲れ様です。少しばかり縁があって今回出しゃばらせてもらったのですけど。いえ、あなたのお招きとあらば我々が口を挟むまでもないでしょう。送迎の必要もなさそうだ。今晩はどうかゆっくり休んでくれたまえ。ただし明朝、大統領府の担当者がそちらにお邪魔することになるだろう。明日の段取りはそちらに聞いてほしい。お初にお目にかかります。お噂はかねがね。まさか今回こういう形でお会いできるとは夢にも思いませんでした。シュミット博士によれば、いまだ大陸東部で研究されているのだとか。ええ、ですが今回の宇宙計画の件もあってちょうど帰国したばかりでしてね。トアさんからの連絡を受けてこうしておせっかいをさせてもらったのよ。本当にお世話になります。そうでしたか。4月に共和国であったシンポジウムは拝見させていただきましたが。リン君、クロー先輩、ティル君たちの排出完了したよ。ティル君って相変わらずだな、ちびっこ整備士は。もうクロー先輩、彼氏もいる大人な女に失礼だぞ。フィーにトア会長も？あれれ、今日合流するんだっけ？おひさ、ちょっとフライングでね。ミントちゃんも久しぶり。そうなんだ。だって、うおー！あれが共和国のアサルトフレーム？大人な女。おい、ミント。
あんまり勝手なことは。ああ、好きにさせときな。シュミット博士の手伝いをしてるそうだが、なかなかの腕前みたいだな。今夜は俺たちと一緒に最終点検と整備をして、お前さんたちの機体を万全にさせてもらうぜ。ありがとうございます。改めてリーン・シュバルツァーです。クロウアームブラストだ。俺の機体はちょっと癖があるからよろしく頼むぜ。しばらくラインフォルトの方でも見てもらってなかったからな。任せておきな。エスメレーは現地で顔を合わせてるが、博士は4月以来でしたか。すみませんね、バタバタしちまって。本当ならいろいろ話したかったんですが。いえ、クロンカイトやエスメレー同様、宇宙計画に全面協力していただいていますし、お手伝いできていない身としてむしろ申し訳ないくらいですよ。バカ言っちゃいけねえや。博士が関わるようなことじゃないですぜ。ちょっといろいろありますし、私たちに任せていただけると。とりあえず今日はもう遅いですし、バーゼル市に向かうとしましょうか。どなたかこちらのレノに乗っていただく必要がありますけど。ああ、それには及ばないぜ。動力バイク、いつの間にそんなものを。離陸直前に何か追加で運び込んだのは見ましたが。で、RF のじゃなくて高級車メーカーエトワスのだ。クロー君、おじ、自由都市圏だとこっちの方が目立たなくて済むんだってな。クロー君の裏切り者。いや、ゼリカとジョルジュだって興味ありそうにしてるしよ。あの二人は変わらないね。まあ俺たちよりもさらに付き合いが長いからな。こっちも4月以来か。今回のサポートよろしく頼むよ。うん、任された。それじゃ分乗する必要はなさそうだね。バーゼル市まで20分ほどです。夜道なので安全運転で行きましょうか。無事到着したようで何より。博士の申し出も想定内でしょう。明日代理の者を向かわせますが、勝率の方はどのくらいですかね。さて、滅多にない機会、せっかくですので不肖の娘を叩きのめしてほしいところですが、かの者たちの指南もあるでしょうし、おそらく五分と五分でしょう。旧オールドハイドは去年の10月まで廃棄ガンシップが転がってたそうだな。これはルーレ以上かもしれません。ああ、自然と中世の街並みと最先端の街が並走しているのか。あのエアロトラムってのもすごいよね。で、あの高い場所にあるのが。うん、カルバード最高峰の技術研究機関、バーゼル理科大学。あの丸いのが有名な天文台だね。Thank you.
おいしい。あ、チーズも絶品だけど、この白パンもふんわりしてて最高。それからこれはジャガイモ？バーゼル名物のもう一つ、ポテトのパンケーキ、レシュティだよ。ジャガイモの細切りをフライパンで炒めて、表面がカリカリになるまでこんがり焼くの。そんなの美味しくないわけないじゃないですか。やれやれ、人ん家でぐっすり寝て朝から元気だね、お嬢さん方。いやでも本当に美味しいですね。水とか食材もいいのかな。え、水はバーゼルでの技術発展にも欠かせませんでしたから。精密機械の部品の洗浄から精度の高い光学レンズに至るまで、確か帝国のルーレ氏も良質な地下水に恵まれているのではなかったかしら。ああそうですね、あちらは連邦からの雪解け水ですが。勉強になります。今日は大変だろうし、朝からだけどデザートもどうかしら。じゃーん、博士特製のエンガディーナ、くるみとヌガーたっぷりのタルトなの。いただきます。そういやアークライドがやたら熱く語ってたような。ああそして彼の助手の一人の実家でもあるらしいけどね。朝早くに申し訳ありません。大統領府補佐官、ルネ・キンケイドです。すでに聞いていると思いますが、本日の演習の開始時刻は13時ちょうど。昨夜到着されたオールト試験場にて演習プログラムに参加していただき、最後に新型アサルトフレームとの模擬戦をお願いする段取りとなります。ですから正午まではバーゼル市でゆっくりなさっていただいて構いません。あまり遠出は困りますが、峡谷道などに散策に出られるのもいいかと思いますよ。もちろん監視の類も一切つけないことをこの場で確約させていただきます。承知しました。わざわざの連絡ありがとうございます。正直ある程度行動が制限されると覚悟はしていたのですが、噂の辣腕ぶりを考えると逆に裏があんのか勘ぐっちまいそうだな。そうですね、対戦時には情報局の外庁ネットワークを翻弄したそうですし。クロー君にアルティナちゃんも、すみませんキンケイドさん。ま
何度かやり取りしてる私も若干うさんくさく思えるんだけど。これも大統領、ひいては共和国からの敬意と感謝の表れと思っていただければ。まあ率直に言うと人手不足でね、君たちに割くリソースが足りないのだよ。私自身朝一の直行便で先ほどバーゼル空港に着いたばかりさ。いきなりぶっちゃけやがったな。さすがレクターさんと情報の世界で張り合っているだけはありますね。なるほど、いろいろお忙しそうですね。アークライドさんからも少しばかり話は伺っていますが。まあ彼らも別の意味で忙しくしているようだが、いずれにせよ必要はないだろうが護衛もつけられないので注意してほしい。それとこちらを渡しておこう。それってもしかして市内の重要施設の認証カードだね。でもランク A ってベルヌ社の管理職以上、私と同ランクじゃないですか。もしかして大統領府からタウゼント CEO に要請を。ええ、滞在中の期間限定とはなりますが、最大級の敬意の表れとして。それがあればエアロトラムはもちろん、ほぼあらゆる場所への立ち入りが許可される。せっかくの機会だ、国際交流も兼ねてバーゼル滞在を楽しんでもらいたい。それでは自分はこれで、念のため11時半に連絡させてもらおう。某財団からの案件やどこぞの代理案件もこちらは感知しないので好きにしたまえ。何のこと？了解しました。もろもろのご配慮感謝します。帝国までには現地に向かえるようにしますので。まあいろいろお忙しそうだから、あんな煩わせないよう気をつけるさ。そうしてもらえるとありがたい。お近づきの印といってはなんだが、剣仙殿の共和国入りを確認している。それってとはいえ3日ほど前の話で、それ以降の足取りはロストしているがね。あくまで参考までに。それでは。